はい、アトロック、ナワです。今日のモデル様は、そう、あの方です。誰かな？あの方ですよ。アンジャッシュの渡辺様でございます。いきますよ。去年は、いろいろ芸能の話題の中で、最も、大きい中の一つでございますね。それでは、どんどん似顔絵の方、行ってみましょう。We are アトロックナゴッ似顔絵の方でございます。そうです、アンジャッシュの渡辺様でございます。去年はいろいろありましたよね。芸能の話題の中でも、大きい中の一つでございましたよね。奥様かわいそうでしたね。それよりももっとかわいそうなのがお子様でございます。お子様、本当に何とも言えない私、胸がギュッギュッとこう痛いでございます。涙が心の中でとなっております。土砂降りでございます。大雪でございます。どうされるのでしょうか。復帰されるのか、あとまた違うところに行かれるのでしょうか。私、あんなところでは絶対ダメだと思います。こんな男でありますが、あれはやっちゃダメダメダメですよ。あれは決してマルとは言えません。それでは似顔絵の方もよろしくお願いいたします。どうぞ。それではアートドックナウのラジオ放送局へようこそ。ポチ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 。先ほどはどうもでございます。ある意味皆さん元気ですよね。何がって、それはあれですよ、不倫。不倫はダメですよ。っていうか、このコロナの中どうなんでしょうね。話はそれとは変わりますが、僕もね、今日喉が痛くて近所のクリニックに行ってきました。熱はなく、味覚もなく、味覚はありますよね。間違っちゃダメですよね。食欲も全然あるので風邪ですよと先生に言われちゃった。ちなみにインフルエンザではなかったです。びっくりこっくりくりくりって感じでございます。最近私イラストペンを使うようになって楽しいでございます。ただですね、100円ショップのペンを使ってるので色数が少々少ないのでやや書きづらいでございます。難儀しております。コピックネオピコはやっぱり色数も多いのでいいなぁと思っております。顔料もよく色が濃くてやっぱり違いますね。あちらの国々とは違いますよね。それでは似顔絵をしていきましょう。どうぞ。はい、今回の似顔絵の論評の方に移りたいと思います。それではいきますよ。こんな感じでございます。見えますか、見えますか、どうでしょうか。はい、今回も
コピックなどのもので書かせていただきました。うちの奥様にはあまり似てないと言われました。悲しいでございますね。悲しい悲しい。似てるかな似てないかな、まあそれはさておき書けたんじゃないでしょうか。はい、てな感じでこれからも頑張っていきますよ。ありがとうございました。アートワークナオの部屋。はい、今回の似顔絵いかがだったでしょうか。って感じですけれども、なかなか描けたんじゃないでしょうか。僕はそう思っていますよ。ってな感じでありがとうございました。はいはいはい、アートワーク直でした。次回の動画も楽しみに待っていてくださいね。はい、それでは高評価ならポチポチと、登録の方もポチポチとよろしくお願いいたします。ではでは、それではバイプーピーグッバイ青春グッピー。